どうもこれ本日もご飯の時間がやってまいりました。今日のメニューはですね、トンテキになります。テレビでね、大阪トンテキっていうのが流行ってるのを聞きまして、家で簡単にできるんじゃないかと思って作ろうと思います。一押しメニューはメガトンテキっていうすごい量のトンテキらしいんですけれども、それに負けないようにボリュームたっぷりのトンテキを作ろうと思います。それではご飯キッチンレッツゴー。はい、それではね、まずトンテキのソースから作っていきます。蜂蜜小さじ3、醤油が大さじ3、みりん大さじ3、ウスターソース大さじ3。今回はね、肉3枚分用意してあるんで、1枚で焼くときはこれ全部、3分の1ずつ作ってください。で、蜂蜜なんですけどね、ちょっと砂糖切らしたんで、これ代用でやってるんで砂糖でも大丈夫です。それではね、これを混ぜていきます。一緒に焼く玉ねぎとしめじ、これ玉ねぎを薄切りで、しめじはね、石づきを落としてください。はい、ニンニクを2片、これをね、スライスしておきます。はい、トンテキ用の豚3枚買ってきました。まずね、並べて、ここの部分にね、切れ込み入れていきます。切れ込み入れたらね、今回は、これマキシマムじゃなくてクロセスパイス使っていきます。はい、まずね、最初に切っといた玉ねぎとこのしめじ先に食べていきます。でね、味一緒にするためにクロセスパイスかけちゃいます。同じフライパンにもう一回ちょっとオリーブオイル足してニンニク焼きます。これもね、香りが出る程度で、これ揚げます。それではいよいよ肉を入れていきます。でね、火が通ったらちょっと余分な油を取っていきます。で、ここでさっき作ったね、ソース、これかけていきます。これでちょっとね、照り焼きみたいな感じで煮詰めていきますね。はい、完成しました。それではいただいてみましょう。と、その前にいつものこれね、ビール。今日はですね、イギリスのバスペールエール、僕の好きな IPA みたいなもんかな。ちょっと飲んでみましょう。いただきます。うわ、かっこいい。いただきます。うん、あー、さっぱりとしたペールエール、イギリスっぽい味がするね。わからへんけど。じゃあ、飲んでいただきます。ちょっと用意してる間に冷めてもったかな。ちょっと開けるけど全然あったかい。さっきまでね、醤油入れたんやけど。いただきます。いただきます。うん、おいしい。
間違いないね。ご飯何杯でもいけるね、これ。砂糖を蜂蜜に変えたのがちょうどよかって、すごくさっぱりしててね、いくらでも食べれそうですね。これあったらご飯多分3、4杯はいけそうな気がしますね。またこれね、体大きくなってしまうかもしれないですね。大きくなってしまう。はい、本日はトンテキのご紹介でした。ソースを作って、あとは豚肉を焼いていくだけなんで、比較的簡単な方やと思います。今日もね、撮影しながら作ったんですけど、1時間もかかってないぐらいでできました。めちゃくちゃ簡単で美味しいので、皆様一度お試しください。本日の料理は以上となります。この料理良かったなと思っていただける方いらっしゃいましたら、高評価ボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の料理か Vlog でお会いいたしましょう。ゴーサンゴームービー GO でした。ありがとうございました。久しぶりにアボカドサラダ作りました。 I used to